日本福岡県北九州市小倉南区新道寺。新道寺は、福岡県北九州市小倉南区の地名。郵便番号は803-0186。JR 石原町駅付近の本体地域と、行橋市などとの境にあり、北九州国定公園平尾台にあたる地域が該当する飛び地がある。北九州市小倉南区の東谷地区の一部、 東谷地区では最も人口の多い地域であり、南に隣接し、東谷市民センター、私立東谷中学校が設置されている木下と合わせ、東谷地区の中心地域となっている。新道寺の名は、新道寺東公園の近くにある寺院、新道寺に由来。一時は、平尾台の石灰石産業により、セメント城下町として栄えた。 石原町駅から石灰石を運搬するための専用線が伸びていた時期もあった。現在は周辺の炭鉱水帯とともに石灰石関連の事業は大幅に縮小されている。その後、平尾台地域の一部は学研都市として開発が行われ、2003年には町名としての平尾台が成立している。 JR 北彦山線石原町駅が設置されており、東谷地区の中心駅として機能している。JR 石原町駅の南を通過する、県道新道寺曽根線及び県道、井手浦特立線上に、山家佐古、丸山、新道寺小学校、新道寺の4バス停がある。一部町名としての平尾大地域も含む。ありがとうございます。